皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もモータルシェル遊んでいきましょう。さあ前回ですね、おそらくこれからの拠点となる森林の中の塔に到達したところで、今回今ですね、ターがターだったっけ、経験値1066溜まっております。これ使っとこうかな。確か800円のあったはず。 Welcome back, my splendid friend. Shall we engage in some rousing commerce? I'll gladly accept any tar as payment. でですね、あ、これかな、大きなボルト。これがですね、どうも装備らしい。大きなボルト、手に持つとずっしりと重みを感じる特大のボルト。ボルトはまるで使われたことがないかのようにゴミ同然に打ち捨てられていた。この手の厄介な飛び道具は村伝で作られたに違いない。ネオリティックはさして勘弁さを求めず、用いる者に試練を与えるものを作り上げることを好んだ。これ買っとこうか。ネオリティック、その人が作ったのか。で購入。ただこれどう使うので、キーアイテム、これもアップグレードアイテムね。道具8000円と、これもそうね、焼き入れ用の3で、それとですね、この子、これ撫でるとトロフィー取れます。一応ご紹介もう取っときました。あ、よしよし。つい先日黒猫の日だったっけ、8月の17だか。あ、でですね、シェル、これがね、名前がわからんのよな、こいつ。この人、不明のシェル。で、これがですね、大きなボルト。あ、なに、これって武器なの、もしかして。インベントリ。でもね、武器の切り替えっていうメニューがないんですよね。あったっけ、装備。あるわ。聖なる剣、大きなボルト。でもね、選べない。いやー、マジか、これ買ったのに、800円したのに、くっそ。で、キーアイテム。これね、色あせた封印。あと、ハリーもこれよくわかんないね。体力の上にですね、黄色いゲージがあって、あれがね、なんか敵を倒すと多分溜まっていくんだよな。で、なんだけど、何をどう意味してんのかってのがよくわかんない。オンラインマニュアルあったっけな、このゲーム。で、雑魚敵はもう大体倒せるようになりました。なので、今回そうだね。お姉さんが下にいるっしょ？お姉さん、そうそうそう、ここにいて、こっちちょっとこれ行ってみる？せっかくなんで、肩コンベ？肩コンベってか、これ普通に墓地か。墓地抜けて。そっちへ行ってみようかね。確かなんか遺体のビジョンがあったはず。で、それ前回見ました。で、これは上とこう繋がってる。そう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 。意外とね、そう、塔と繋がってんだな。全体的に。これも4段で、用なし。で、これ箱ね。そう。これ何なんだろうな。これどう見てもこれ箱に見えないんだけど。ただなんかオブジェとしてちょっとこれ可愛いな。何？あ、あー、これ危ねえわ。トラバサミだわ。で、こっちはこっちで、雑魚デッキが確かいたんだっけな。これ前回こう通りましたね。イボが2つある、なんていうの？ラクダのコブっぽい、ボコボコっていう。あ、で、キノコね。おーし。ベルトキャップ。これ1個食べて。さて、熟知度マックスになりました。これで、どうなる？熟知度マックスになるとこれどうなる？何が起こる？見てみよう。これがね、多分効力アップ。精通してるものは、この臭みの強い菌類の使用による回復速度が速くなる。あ、いいね。でですね、さらに、リュート。これもうちょいで溜まるんだよな。ただこう引くだけで溜まっていきます。これやってみようか。多分だんだん上手くなってるはず。これね、敵の近くで引くと寄ってきます、敵が。なんだっつって。釣り出しに使えんのかどうかよくわかんない。あ、でもなんかそれっぽいね。コードが多分、引けてんのかな。これシュールすぎんだろ、これ。この絵面。さあ、残り2回。え、これ何起こんの？めちゃくちゃうまく弾けるようになる。さあ、ラスト。お、びっくりした、びっくりした。
何？何？これで？いや、何なんだよこれ。リュートを引くゲームになってるぞこれ。ほんで？ほんで？これどうなのこれ。何が起こるの？リュート。ですね。ああ、これやっぱりそうなんだ。釣り出しなんだ。大胆不敵さで遠くから敵を暴力に駆り立てる。マジか。なんかそんなとこで変な個性は出さなくていいんだよ。マジかこれ。これを演奏して、敵をおびき寄せんの。そんなことある？まあでもそう使うしかないよな、これ。まあ一応持っとくか、じゃあ。竜と。そんな使い道か。あとね、これ毒キノコね、これ。ターースボア。そうそうそう。ターの塊と間違えられることの多い毒キノコ。あかんだろ。で、ここはちょっと気をつけて、多分この先に遺体が1個あるはずなんだよな。アイテムないね。これ何の声これ。出た。空虚の一別。これもね、そのシェルを一別するっていう意味がよくわかんないですよ。なんだろうな。一別する。その一別って何をするの？なんかこの先なんかやばいのいるんじゃない？あ、これ何これ。これは中ボスかなんかかな。あ、これね、ボスっぽいな。大ボスか。2発か。石化。あ、待って。硬直っていうか、石化してこいつ強いな。これ、パリーなのかな、もしかして。待ってね。変に走ると、スタミナが減るんだよな。今ね、パリーしたんだけど。どうなった？どうなった？お兄さん、お兄さん、どうなったの？足がプルルンってなったんです。これ強くないですかこれ。よし。さあ、パリった。あんま減ってねえな。はい。3発。これ、パリー系だろこれ、多分。はい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 。よし。さあ、大体。あ、これミスです。いやー、そったくそった、そった。やべ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 。やべ、それ。ミスった、ミスった。普通にミスった。で、これ、幽体離脱して、あそこに戻れれば多分、いいんじゃないかな。これ、×ボタンなのかな？戻り方が未だによくわかんない。説明出ないし。多分バツボタンか。で、パリーですね。このゲームのコツはパリーか。普通に切ったんじゃ減らなさすぎると思う。で、これどっから？よし。さあ、こっから。You're awake.Good. Please, take this mask.It's not unlike my own.It reveals the way of all flesh, beyond life and death, where spirits pass across the threshold. But your spirit is bound here, unwilling to go on. Perhaps it has an obligation left to fulfill. 今の多分トラベルかな。ここに戻ってこれるですかね。ちょっと見てみよう。変な仮面もらったよ。そうそうそう。あれですね。一別をすべて使って、シスタージェネレーションに呼び戻す。すべて使う。一別を。今ですね、2溜まってんの。でも、2溜まってるその重みがね、これわからない。まあ、とりあえず、近いんでね。普通に行こうか。あと、キノコ、キノコ。キノコを回収して。よし。幽体離脱した後ね、問題は。キノコこれ、1個かな、今の。で、パリ、できる。よし。できるけども、なんか力は出ないんだな、まだ。あ、出た。よし。今ね、パリしたよ。お、これバカでしょ、これ。すげえ、バカかな、これ。ガード。はい。いや、今パリしたよ。絶対パリしたよ、今。
で、あ、これすみません。これさっきのソウルね。ちょっと待ってな。そこに戻っていきたいんだよな。はい。よし。これ戻ると何？これ全開すんのこれ。マジか。そんな戻ってきていいんすかこれ。いって。そっか。死なずに戻ればうまいんですよってことね。まあでもそれもなかなかむずい話だなこれ。そううまく立ち回っていけないと思う。いやーそうなんだよね。あ、一回しかこれ戻れないのか。ははははなんかね、なんとなくゲーム性分かってきた。一回ぶっ飛ばされて、で一回だったら戻っていきますと。で戻ればライフ全開しますと。ただ戻れなかった場合、それはもうその場で死亡ね。なるほどね。これね、今のところの弱点としてロードが長い。普通に20秒から30秒ぐらいかな。ちょっとね、長いですね。これは、プレステ4版だけかな。PC 版もうちょい早いと思うけど、これはちょっと残念ね。いや、でもむずいな。ずーっとガードしてらんないし。あれ何あれ、なんか変な塊ない。あ、あれ自分まで空か。で待ってね。これきっつい今の。なんだあれ、ちょっとでもミスるとこれこうなるのね。さあ、え、なにこれ、これよし、生き返った。シェル取ってガード。なんであれ、敵なんか変な攻撃打ってきたな今。テンテンでからの3発目来ない。それなんだよな。あれにパリを合わせようと思ったんだけど無理だった。ブンブンからのブン。あれリーチもえぐいね。さてリベンジを。これで5回目かな。まずい。あれやべえね今の。なんで3発目来ない。危ない。これが3発目。よし、顔面ぶった切った。回避。これはしっかり回避。で、スタミナを貯めて。もうなんかね、回復アイテムとか俺使ってる暇ないな、多分。これ回避で3発来る、来ない。これも回避で、これが3発目来る。そう、危ね。石化して、いやこれパリもなんかもう狙ってらんねえな、怖すぎて。石化、よし。で欲張らずにちょっと引いて3発目。あーマジか、当たんねえ。ここは石化、うわ石化を貫通してくる。ペッ、くちゃくちゃペスされた。はい、許す。また一緒の方向にはやめよう、行くのやめよう。早く早く、キノコ一発切るのがまあ無難なのかな。となると石化、まずスタミナない、怖え。ドンでドバン、よし、いいよ。でこれガード、いやーこれがダメか。あ、分かった分かった。あのルーンが光るやつか、あれ。なるほどね。今光って教えてくれたんだ。これは石化とかなんかパリができませんよってやつか。はははは、なるほどね、分かってきたぞ。そうそう、これね。
で3発目これはガード。怖っ。で振らせて取る。これで振ってくる。そうそうそう。よし一発、まあ着実にいきましょう。で3発目来ない。これがまずいのでしっかり回避。よし、いやーこれなんか意外とこれ長期戦だな。ダクソだったらもうボス死んでるもんな。こんなのどうすか。いやー当たりいったクソ。マジかやめろ、もったいね。そうそう、これがまずいやつ。しっかり回避してから、回避したい今の。あぶね。いやー申し訳ない、今のめちゃくちゃ惜しかったな。残り半分か、まあ、ずーっと慎重に行きなさいと。これね、言葉失うわこれは。さてリベンジを。スタミナをきっちり回収して、ガード。今のはちょっと欲張ったねやっぱり。でドバンク、これもか。よしよどめ。うわ、3発目来ない。ここはスタミナを貯めて。あの何ゾウったらインタラクトできんの今。回避、意外とね回避はこれ性能いいな。結構なんかね無敵時間。3発目これ回避後ろ。いやそれ後ろに判定あんのかよそれ。マジか。ただパートいって、よし吸収がプレイして、背面にあれ判定あったな。あれそう、ここら辺判定あった。そうさっきブン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 からの吠える。でこれ3発目。そうスタミナ貯めて、きっちりこのターンを守っていきましょうね。もうなんか欲張るとこれまずいわ。でブン、なんか最初のボスでこの強さ。マジでこれちょっとまずいやつですよ欲張ると。で3発目、よし。さあ残り半分ぐらいで、これは前方向にかわして後ろにブンくるんで注意。さらに危ねえ。よし待ってね、このゾウ邪魔だなこれ。よしなんか取った、ぶっ刺しそう。これちょっとリスキーだね。で3発目、はい、あー分かっていたのにクソ。でぶっ刺し、よし。でこれは前方向にかわしたいところ。よし大丈夫大丈夫、全然大丈夫。パリーもいいんだけど、やっぱパリーよりこっちの安定するな。よしで3発目これは大丈夫、欲張らない。で3発目、よし。これはいけるパターンじゃない。これは回避。いやミスった。石化。正面方向。よし。あっぶない今の。あれはなんだ。振り向き。初のモーションかな今の。回避。
そうそうそう、それね、それね。それ危ねえわ、マジ危ねえ。で、ぶっ刺し。はい。残りもうちょいっすね。これは、はい。押した。いただき。おーし。はい、マッコー。グリシャ。やったぞー。勝利の舞。やったぞー。このなんか足を開閉して、よし、お尻のあたりで。やったぞー。で、なにこれ。一別。プラス6個。あとね、これそっち行けるわ。穴がある。これ何なんか、この子の、これ名前教えてよ。いい加減。と、戦利品。メカスパイク。これは確かの武器の強化か。メカスパイク。ですね。で、ここは何その、あの子のグリシャの巣で。こっからさらに何二択があるのこれ。ハウ。何これ。そっち。あとはもうアイテムこれないよね。メカスパイク。と、あとね、この下行けるんですね、これ。これは、あの、拾えないのこれ。おや、こっち、これ行けませんね。じゃあ、二択か、実質。どうしようかな。これ取り逃しないかな。いや、でもこれ難しいわ。気が抜けない。油断すると本当にもう持ってかれるやつ。集中力勝負ゲーっていう感じかな。ここなんか引いてるやついいんだな。あの竜と。待ってね。あー、近いくないこれ。しかもここにほら、待ってこれ、これこれまずい、これ、トラバサミが2個ある。えぐっ、ここ。何ここ。これあれだわ、多分一番最初のマップからね、これ繋がってるとこだわ。多分そっちのルートからこういう風に行けますよっていうことね。あの婦人は見覚えがある。となると何、倒して得たもの、あの武器の強化か。でもその該当する武器持ってんのかな今。メカスパイクと、こっちか。となると多分こっちもあれじゃない、なんか迂回路じゃない。あれなんかさ、こっちに人のあれなかったっけ、遺体確かあったよね、あのビジョンで。ここ何？長くない？登ってますね。で、登って、スタート地点の近くかな？となると。な、これ人の足音すんじゃん、これ。どう？ほら、ほら、ほら。で、プラス、そこにほら、トラバサミがある、ほら。トラバサミがある。いや、これはきついわ。お前、踏むぞ、それ。いや、なんだよ。こっちに来たらこいつ踏むんだよな。待ってね。なので、踏みたくないらしい。そこなんだあれ。あ、正面にですね、ビジョンで見えたあれがあるわ。なんか、でっかいオブジェ。繋がってんのか。これさ、え、あれ、踏まないの敵。え、あ、そうそう、よし、踏んだ。もう一個あるよ、ほら。もう一個、もう一個。踏むがいい。そう。暗夜が上手。暗夜が上手よ。よし。はいはい。よし。さて、コロコロして、焼きネズミ。これ食べようかな。ですね。焼きネズミ。焼きネズミ。2個あるよ。で、アイテムを使う。よし。ヘルスを35回復させる。いいね。あー、待って待って待って。これ。これまずいやつだ。二人いるんだよな。いや、この配置これ良くないでしょ、マジで。どうしようかな、パパッと行って。あ、おえー、なんすかその挙動は。びっくりした、びっくりした。マジでびっくりした。踏め。え、それ踏まないのそれ。
ガード。回避できてね。回避できてね。うめい。待ってね。石化する。石化。あぶねえ。いや、強い強い。あんなの無理だもん。あんなところでパニー決めるの無理よ。で、焼きネズミ。これ、もう一個持ってんのか。このさ、なんて言うんだろう。かける2ってこれなんだろう。あ、2個持ってるってことね。じゃあもう一個、食べるか。よし。でもこれあんま回復しなくない？よし。と、これがですね、ムーンシャイン。これもね、効果わかんない。飲んでみっか、じゃあ。でもこれ飲むの怖いんだよな。低級の密造酒。考えられる限り最悪の状態で蒸留されたアルコール。こんなの絶対死ぬだろ、こんなの。少量の血液を与える。ただ、ヘルスを消費する。減ったんか、今。いや、なんだ、びっくりびっくりした。何？誰今の？どこどこどこ？どこにいた？え、どこにいた？あー、ここにいたんだ。いやー、この夫人よ。もう一発なんだよな。はい。もう一発なんだよな。はい、よし。あぶねえ。と、そこの方、パパッと行って、はい、ドン。回避。あ、待って、回避できてね。これ、どうしようかな。ここで死ぬとこれまずいっすよね。明らかに。あ、待って、メニュー開いちゃった。くそ、違う。くそ。928でしょ。これはちょっと逃げかな。で、あのお姉さんに癒してもらおう。いや、この雑魚デッキの釣り出しえぐいな。何にも、だってこれ強化してないもんね。まだ。名前がわかんないし、この子の。名前これどこにあるんだろう。ボス倒したけど。ここら辺の近辺にこれ名前ないもんな。こいつまさかさ、復活はしないよね、多分。それはなしよ。ね、なんかここら辺とか遺体なかったっけ？あのビジョンで、確かこの近辺にあったと思うんだけど、ここじゃないのかな？どう？違うっぽいね。で、これトラバサミ踏んでしまうともう死ぬんで、ガチで注意。よし。さあ、こう抜けて。で、一応キノコを回収して、そう、そこね。敵はリスポーンしております。さあ、ベルトキャップ。これを食べる。でもこれ全然回復しないよね、マジで。ほら。HP のどれだ？4分の1ぐらいじゃない？力がこれ足りなさすぎる、本当に。あの、私の名前は。Sip this. 名前はですね、これがまだないんだな。名前を探す。まだなのか。ちょっと待って、ね、遺体。これもう一回見ていい？これじゃないかな。これではないか。とうね。そう、塔の根元に一体。塔？あ、そうそうそう。これさっきのだったっけ？うん、これで、その奥に？え、でもあそこの奥って多分行けなかったよね。行けたっけ？これはそのコウモリの一幕ね。で、武器の強化ができるはず。あ、あとね、あのお姉さん、これ回復してくれるんだ。やったー。ありがてー。さて、これですね。聖なる剣。これを強化する。アップグレード。よし。で、アビリティ。
聖なる剣、メカスパイク。攻撃してくる敵から十分な決意を得て、強力な武器能力を発動する。で、これが L1 プラス R1、武器アビリティ、十分な決意で。決意をこれ消費するんですかね。ちょっと撃ってみたいね。ははははは、こういうやつ。二つ使ったな。メカスパイク。当ててみたいやつね。この人これ決意は多分回復はしてくんないかな。ちょっと見てみようね。Yes. どうかな。あ、ですね。決意はこれ無理か。そっちの奥。でもこれいけなかったよね。それか破壊していけんのかな。ここの、あ、よし、いなくなってるね。ここのほら、そっちね。ここって書いてあった。この奥。これは違うよね。これは、何にもない。そう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 。ここなんだよな。あ、壊せた。おーし。じゃあ、これで。なんかいるし、なんかいるし。誰誰。食べてない、なんか。こいつもメカスパイクよ。この方は、誰なんでしょう。話はこれできんのこれ。いやー、できそうにない。メカスパイク。いやー、弱いな、こいつ。マジか。で、取り込む。不明のシェル。さて、で、取り込んだんだけど、ただこの子も不明なんだよね。これ何タイプなんだろう。体力多いね。あとこの火。これは何でもない。ここも結構暗いな。これで終わり？名前ってこれどうしたらいいの？何でもいいの？つければいいのこれ。太郎とか次郎とか、田中さんとか、杉蔵とか。どうしようかなこれ。じゃあこれでちょっと戻ってみようか。よし、どっこいせ。で、こっち。これね、次どうしようかな。この次のパートこれ難しいね。何をするか。今956円。回復アイテムをバカ買いするってのは全然いいと思うんだけど、強化できないし、ステータス。さて戻ったよ。 Yes. Slowly now. この子もそうだね。名前を探す。あ、すいません。これね、入手ってできたわ。丸ボタンか。なるほどね。ここで長押しするっぽい。こういう風に。なるほど、できたぞ。Existence is a curious thing. The greatest triumph in the universe, gifted and squandered. I shan't make the same mistakes as my brother. When the moment comes, I'll exercise restraint. そっかそっか。丸ボタン長押しね。わからんかった。ああ、でもね、これただあれだわ。基本的に高い。3000とか、めちゃくちゃ高い。継承の蓄積。知識の記憶。空中で降下する。強力なキック。敵のバランスを崩す。1000円。熱望の蓄積。NPC に話しかけるとソロモンが決意を取得する。あ、これすごいね。なるほどね。あと、ソロモンがアイテムに精通するのが早くなる。これ、アイテムの精通ってもしかして別なの？よし。でですね。こっからじゃあ何？シェルで切り替えが多分できるってこと？これでどう？よし。この子に、これ、この子になりたい場合ってどうしたらいいの？今これなったのかな？いや、なってないね。切り替えはこれどうすんだい？いやー、これもよくわからねえ。
ここら辺で切り替えも多分できないもんね。これはあの武器のあれでしょう。あとはそうだね、この子多分死ねば切り替えできるのかな。 You should be dead Solomon No It can't beSee, it's only his face and his form stretched across your frame. Of course, your silence gives it away. He always had too much to say, babbling on and on, incessantly. His words wound into such impossible, staggering formations, often contradicting himself beautifully.I do miss him. Unfortunately, my dear brother spent too much time beneath those infinite golems. He promised to turn tar into true nectar, and he succeeded. I witnessed the world birthed from the fires of heaven. I watched as it decayed into this wretched place. Such a gift.But when the vision ended, he stared at me with revulsion. これ知り合いっぽいね、ソロモンと。でね、そうなんかね、この村、村っていうのかな、なんか変な宗教というか教えが蔓延してしまって、で、こう人々が狂っていったっていう感じの世界観かな、セリフから察すると。じゃあそうですね、すいません、今回は時間の切りがちょうどいいんで一旦ここで終わりにして、で次回ですね、さらに先のエリアを目指して進んでいきましょう。はい、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと Twitter のフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回モータルシェルでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。